古代ローマ軍の個人装備品一覧は古代ローマの軍勢が使用した個人装備を分類した一覧である。時代や兵種によっての違い、装備品の使用目的などを分類する上の指標としている。ローマ軍が使用した装備は同時代の中でも優れたものが多く、特に甲冑に関する技術は文明水準の低い蛮族相手に大きな優位を獲得する要因となった。 ただし、これは、すべての場合でそうであったことを意味しない。時に、ローマが退治した敵の中には同等以上の装備を使用する場合もあったし、また研究者の中には、ローマ軍の装備品の品質は、必ずしも、高くなかったとする論者もいる。王政ローマ時代から、共和制初期までの装備は、 先にイタリア半島での派遣を獲得していた古代ギリシャやエトルリアの様式を参考にして導入されていた。イタリア半島統一後に相対したケルト人との戦いで新しい戦術の必要性を感じると古代ギリシャエトルリア式にケルト式の装備を組み込んだ装備品が共和制中期に用いられた。また海軍は ポエに戦争までは小規模な海賊討伐用の艦艇を保有するのみであったが、同戦争からフェニキア式、ヘレニズム式の大型艦艇を導入した。ローマ軍は独自の新兵器よりも、すでに効果が実証されている旧来の装備を活用して戦うことを好んだ。したがって、ローマ軍の使用する兵器は、基本的にオーソドックスなものであり、 奇抜な装備は用いていない。低政後期の軍学者ウェゲティウスは、軍事論の中で、ローマ軍の重装不評が使用していた装備について、言及している。道著は、帝国が、西方領土から、東方領土へと軸足を移し始めた時代であるため、一部の、装備品は、ラテン語から古代ギリシャ語に言い換えられている。ウェゲティウスは、 ローマ軍の装備について以下のように述べている。不評はこれらを身につけているため、大変に重装備である。頭には兜、体には大鎧、すね当て、盾、大型の剣、長剣、何本かの短剣盾に取り付けられた5本の投げや同じく盾についた2本の槍、これは投げて使うこともあれば、馬上の兵に対して突き刺すこともあった。第一陣は、 このような装備を持った2列の軍勢から編成された。彼らの後には運搬人と軽装不評が随伴している。軽布標は短めの剣と盾と投げや、それに軽装の鎧を身にまとっている。旧兵は弓とや、兜と大鎧を身につけた。他に投石兵は小石とスリングを持った。また大型の機械を使って弓を打ち出す兵士もいたローマ軍の中核は、 共和制後期からは、重装不評となったが、彼らの任務は時代によって変わった。共和制後期から、帝政初期は、グラディウスとピルムで戦い、投げ槍で敵陣を崩してから白兵戦を挑んだ。しかし、帝政中期から、後期はむしろピルムで槍ぶすマを作って、騎兵や不評を突き崩すことを目的とした。グラディウスプギオスパタピルム防具も、また時代によって、 変化を続けているが、特に広大な帝国としての軍隊再編が進められた。帝政初期は最もバリエーション豊かな装備品が前線で使用された。共和制時代から使用されていた板金鎧、小金鎧、鎖肩びら、そして組み立て式の板金鎧であるロリカセグメンタタと多様な装備が混在していた。この中でも最後のロリカセグメンタタは、 ローマ軍特有の発明品であり、現在でもローマ軍装の象徴として扱われている。装備としても一枚式のロリカ同様の十分な防御力を有していた。一方で、数十枚の装甲片は管理が難しく、コストもロリカに比べて安くならなかった。使用する上でも組み立てるのに手間がかかる上に誰かに手伝ってもらう必要があり、 しかも金属片が体に当たって着心地が悪かった。結局、この装備は3世紀頃には使用されなくなり、組み立て式、プレートアーマーで全軍に強固な防御力を与えようとする野心的な試みは失敗に終わった。それでも4世紀頃までは、全軍が何かしらの甲冑で防備を行い、盛んに各地の武器工房で生産された。また指揮官階層の人間は、 装飾を凝らした一枚式のロリカを身につけていた。後背部まず幅広く打ち伸ばされた数枚の長い金属板を楕円形に曲げ、その状態で真鍮製の留め金と革紐を使って両端をつなぎ止め、胴体部分を組み立てる。その上からさらに金属片を同様の手順で組み合わせ、胸部を補強する。最後に小さな金属片を使って、 肩の防御部品を組み立てて、完成となる。他の装備と同じく細かい修正が繰り返されており、今日知られている形状は、トイトブルク森の戦いの古戦場からほど近い、カルクリーゼ、イングランドのコルブリッジ、ニューステッドなどで発見されたものを参考にしている。カルクリーゼ型は、紀元前20年から西暦50年頃の、帝政初期に用いられた可能性が高く、 コルブリッジ型は、西暦40年から120年、ニューステッド型は、帝政中期に用いられた可能性もある。また、ルーマニアのアルバユリア遺跡で発掘されたセグメンタタは、かなり独特の形状をしており、このアルバユリア型はより少ない枚数の金属片で、鎧が組めるように工夫されている他に、一部に、小金鎧が併用されている。 ロリカ・ハマタ・セグメンタタという組み立て式鎧というアイディア自体はかなり初期のローマ軍ですでに見られるものであるが全面的な使用が試みられたのは広く知られているように西暦2世紀頃となるしかし結局は戦術した通りに価格や利便性の点でデメリットが大きく結局はより安価であるチェーンメールの使用率を押しのけるには至らなかった中世 近世時代においても大部分の兵士たちは、プレートアーマーなどより、チェーンメールを実践的な装備として使用しており、古代においてもその合理性は動かしがたかった。またかつてはそもそも装備品は、自便が原則の時代もあり、そうした時代は当然ながら装備の統一感はないに、等しかった。したがって、ローマ軍の世論イコールロリカセグメンタだというイメージは、 かなりステレオタイプな連想と言える。とはいえ直ちにその存在が消えたと考えるのも偏っており、実際には3世紀後半まで改良を重ねながら各地域で使用されている。他に、ロリカ・セグメンタタはどのような兵か、兵種で用いられたのかという点については議論がある。最も一般的な議論としては戦いの主力をなす重層不評であり、 それ以外の兵種は、ロリカ・ハマタやロリカ・スクアマタを割り当てられていたと考えられている。別の考えでは特に兵か、兵種による装備の隔てはなく全軍での一律使用が求められていたと考える意見もあり、これは考古学的調査に基づいている。同様に、セグメンタタが次第に主流ではなくなった理由についても、価格、利便性以外に修理や、 整備の手間、重装備よりも移動速度を求める、軍制度への改革などが一因に挙げられている。ロリカ・スクアマタの破片マニカ、グレアウェ、スクトゥムを装備した、兵士インペリアル・ガリック型のガレアローマ軍は、荷物袋をフルカと呼ばれる棒の先に結び、それを肩にかけて持ち運ぶ習慣があった。共和制末期の将軍ガイウス・マリウスの時代からは、さらに去るキナの先に、 鎧と兜を結んで短時間で行軍するマリウスのロバと呼ばれる戦術が駆使された。荷物袋には以下のものが収納された。ありがとうございます。